はい、こんばんは。1月10日のですね、木曜日スピーチャルというか、まあ研究会ですね。スピーチャル研究家、スピーチャル宗教研究家の、小泉義人こと TT でございますけどね。今日は韓国の、ソウルからですね、キャンドルライトさんのですね、事務所を借りてですね、緊急会放送しておりますけどね。はい。ということでね、今日始めて、参りたいと思いますね。はい。はい。ということでね、今日のテーマはですね、愛と性ということでね、話していきたいなと思うんですけどね。ちょっといろいろ考えててですね、まあ、ね、いろいろ見ててですね、面白いなと、これすごく面白い話なんですけどね、世の中にね、これ、愛と性って僕今今日書いたんですけど、性しかわからない人って実はいるんですよ。これわかりますかね、皆さん。例えばね、どういう人がそういう人かっていうとですね、例えば、メール皆さんチェックするじゃないですか。メールチェックしてね、よくバイアグラとかいっぱい送られてくるじゃないですか。でね、あれすごく喜んでる人っているんですよね。あれを買いたいって言ってですね。でまあそういう人もある種性の人なんですけど、でいや面白いなと思ってるのはね、その彼らっていうのはね、例えばもっと素晴らしいこう愛の形があるんじゃないかってこう探し求めてはいるんですよね。もっとすごい体験したいとかね。だからバイアグラとかね、そういう方に行くしね、まあ奥さんをね喜ばせるのに、その物質的なところですよね、そのまあボディを使ったところに行くわけですね、考え方が。だからバイアグラっていう形になっていってしまうんですけどね。例えばまあ翻ってその愛っていう世界が実はあるんですよね。で非常に面白いのはですね、愛の世界の人っていうのは別にセックスしなくたって気持ち良かったりするんですよ。実は本当に愛してる人がねそばにいるだけでですねすごく嬉しいし、お互いにこうエネルギーがすごく交換されているのですごい気持ちがいいんですね、実は。だからまあセックス、まあ、してもまたそれはそれでプラスアルファで面白いと思うんですけど、セックスしなくても気持ちいいんですよ、実は。だから仲むつまじい、ね、そのご夫婦だとか、そういう方々ってもう心が通わってるわけですね。だから一緒にいるだけですごくハートが開いていてね、すごくいいエネルギーがこう体内で循環していてすごい気持ちがいいんですね、実は。だけど実際全工程の世界か、俺間違っちゃった。それ次回のやつ俺話しちゃったね。じゃあ全工程の世界でいきますか、すいません。じゃあ全工程に戻します、失礼しました。そっかそっかそっか、愛と性でやろうと思ったんだけどね。どっち行くかな。じゃあこれ、いやね、全工程の世界やるかね、愛と性の世界やるかね、どっちか迷ったんですよ。両方ともいいネタだったんでね。ということだったんですけどね。ああ、なるほどね。まあ、じゃあちょっと、じゃあ、戻します、全工程の世界。まあ、先にちょっと話しとくか。ね。愛と正義。愛と正義いいよね。じゃあ、愛と正義、ここ。ごめんなさい。キムチ鍋食べてきましたんで、汗が結構出てます。はい。で、どこまで行ったっけ？だから、この前ね、シャガール展っていうのを京都で見てきたんですよ、僕は。で、シャガール展でね、その愛の絵が多いんですけどね、その、シャガールと奥さんっていうのはもう、愛でつながってるからね、もう一緒にいるだけで嬉しいしね、もうエネルギー、こう、愛のエネルギーが溢れてるんですよ。だからね、そのボディのね、バイアグラっていう発想に多分いかないと思うんですね。ということなんですよ。だから、愛と性なんですけどね、性の方で行っちゃってる人っていうのは、結局、そういう感じになっちゃうんですよね。ボディの方で興味がいっちゃうわけです。ちょっと待ってね。そしたら、緊急会で出しておきますね。
よいしょ。ちょっとね、タイトルがね、入ってないんでね、ちょっと入れておきますね。よいしょ。ちょっとね、タイトル、ちょっと、まあ、俺、講演内容間違えちゃったんでね、ちょっとタイトル変えておきます。失礼しました。まあ、愛と性ということでね。でやはりね、例えばすごくいいね、伴侶をね見つけるときにですね、やはりどうしてもそのお互いが愛し合える人っていうのを見つけないといけないと思うんですね。もちろんその、まあ、その性でね結びついてもそれはそれで構わないんですけど、いや、まあ、それより先があるよってことなんですよ。これで今日言いたいのはそれ先にもう一段階あるよっていう話なんですよ。だからそこで止まっているのはもったいないんですよね。だからもうもっとすごく、いいものがあるんじゃないかってずっと探し求めてしまうんですよ。その実はボディレベルでですね、体レベルで何かするとすごく気持ちがいいんじゃないかって、ね、物を買い品を買いですね、こうやるわけですよ。ああいう体位がいいとかね、こういう体位がいいとかですね、そっちに走っていくわけですね。でもそうじゃないんですよ、うん、ね、うん、だからまあまあですね、性っていうのことが悪いことではないんですよ。悪いことではなくて、それは肯定されるべきものなんだけど、それより先に、その先にね、精神の愛っていうものがあるってことなんですよ。だから、それプラス性だったら OK なんだけど、性だけだとまだ一部でしかないんですよね、本当の愛のね。うん。ああ、性でね、いいですね、小さく生きるって書いてくれてる人がいますね。ありがとうございます。性は小さく生きるっていうね、ことだと。なるほどね。うん、まあ、心が生きるって言ってね、性っても書いてありますけどね、ありがたいですね。うん、なるほどね。うん、もう、ハートのマークは2人のエネルギーがポヨヨンとなってるのね。ああ、なるほど。うん、なるほど。なるほど。まあ、っていうことなんですよ、うん、だからすごくねもったいないっていうかね。だからそれどうしたらね性の人がね愛に行けるかって実はすごく実は簡単なんですよね。まあ自分でね愛するとかね、愛っていうのを自分で決めるだけなんですよ。それをする自分は愛の人になるって決めるだけなんですよ。そうするとそこから変わってくるんですね、実は。だから、あと少し覚えとかなきゃいけないのは、人間はボディだと思っちゃってる人がいるんですよ。特にね、人間はこう、だから、例えばこのテレビだと、幽体離脱とかの話とかも、よく結構出てくると思うんですけど、そういう人たちっていうのはね、ボディではないって知ってるからね、ちょっとそれより超えたものがあるっていうのは知ってるんで、意識がちょっと広いところに行きやすいんですけど、で、そういう経験もないし、普通に生きてるとですね、ボディが人間だと思い込んじゃうんですよ。そうするとボディが人間だと思い込んでしまうと結局ボディが全てだから、結局ボディ以後以下ボディより広い世界に意識が飛んでいかないんですよ、愛とかね。だけどよくよく考えてみてくださいよ。例えばね、世の中のことわざにはこういうのもあるんですよ、胸が張り裂けそうだとかね、胸が痛いとかね、ね、ハートがポカポカするとかね、そういう言葉があるんですよね。それはなんで来てるかっていうと、やはり胸というかハートですね、ハート、心もですねあるってことなんですよ。だからそれがないとして、ね、動いてしまうと非常にこう、その本来の人間の持ってる力の半分以下しか出てないというか、もっと低いかもしれないね。相当低いレベルでしか人生が経験できてないっていうことになってしまうんですよ。うん。でね、それがすごく残念なわけですね。ですからね、そこをですね、ぜひね、トライしていただければと思うんですね。だから僕がここで教えるのは簡単です。あなたが、一人一人がですね、私は愛であると。私は愛で生きるんだとかね。私は愛の人であるとかね、思いやりを持って生きようとかね、そういう心のことをですね、自分で設定してみてください。
で設定した瞬間からそういう人生が起こります。例えばこれもこの私も実験してみたんですね。この愛の件に関してはね、やはり、愛で生きようって設定した瞬間から、やはり人をね、愛おしく思ったりとかね、その 相手に対してこう愛で行動することができるようになるんですよね。そういうふうに変わっていくわけですね。で人間っていうのは基本的に性格がね、よく性格っていうのはありますけど、よく性格は変わらないんだっていう人がよく言ったりするんですけどね、実はね性格は変わるんですよ。変えることができます。で、考えてみてさ、子供の時の性格と今の性格って同じですかね。例えば20代の頃、30代の頃とかね、例えば10代の頃と性格全然違うはずなんですよね、実は。だそれでいても変わってないとかって言うんですけど、実は変わってるんですね。でこれはね、非常にですね、やばい思い込みがありましてですね、性格は変わらないんだっていう刷り込みされちゃってる人もいるわけですよ。で実際にね、性格っていうのはどんどん変えていくことが自分で実はできるんですね。この前か、この2個前でしょうかね、設定の法則を話してると思うんですね。それの応用でもありますけれど、設定っていうか、ね、自分の性格すら自分で設定していくことが可能だということなんですよ。はい、で多くの人がね、結局、自分のことをね、性格変わらないんだと思ってね、ずっと同じ人間の人格のままいくと思ってるんですよね。そういうわけじゃないんですよね。どんどん変わっていくことがある。実は先日ね、カラオケ歌ってる時にですね、これ関係の人なんだけどさ、その昔マイクとか持つと手とかが汗ばんじゃって、もうブルブルしちゃって喋れないっていう人がいたんですよ。そういう方がいたんですけど、昨日はね、おとといか、カラオケ一緒に行きましたらですね、カンナムスタイルを踊ってね、こんなことやってんですよ。で、それでね、その後その彼が言ったことはね、私がこんなことやるとは思わなかったって、こんなことできるようになるようになるとは思わなかったって言ってました。だからね、設定次第なんですね、人間の性格というのはですね。だからいくらでも変わっていくことができるんです。まあ、だから例えば昔ね、中村天風さんがね、私は、意志が強くなるってね、鎌神の前で何度も言ってなさいっていうのありましたけど、あれも本当に変わるわけです、実は言ってればね。簡単で、ほらもう慣れてきちゃったからね、そんなもう何度も何度も連呼する必要もなくてね、一瞬私は愛の人になるってね、人を愛するとかね、ポンって言うだけで終わっ言うっていうか、思うだけでそれで設定されちゃうんですね。実は一回でいいの、もう慣れちゃうと。だって連呼するって変でしょ。連呼してもいいんだけどね、その連呼するってのはほら、まだ自分がそれに対してできるって信頼がないからね、連呼しちゃうわけだけど、できると分かってる人は一回言えばそれで終わりなんですよ、っていうことなんですよね。はい。テレビ見てる方大丈夫ですかね。くるくる回っちゃってる人いますかね、まだ。ちょっと一部ね、くるくるね、見てるような感じですけどね。フィマさん、今日の放送エネルギーがありますよね。エネルギーありますか。なるほどね。ね、ということなんですけどね、これ見れてますかね、全員ね。ちょっとはっきりとは分からないですけど、随分人数いますね、すごいですね。まあ、愛と性ということなんですけどね。だからね、ちょっとその愛と性が関係しないけど、だから愛でいるとね、分かんないけど、例えば、僕はね、例えばこの沖縄でね、ハグのイベントあったんですよ。何人か、いる方、何人か人がいてね、で、その2012年のね、そのあれをハグで年を越しましょうっていうね、前歴のあれのね、イベントの一環なんですけど、で、まあ、会場のね、何人いたんだ、100人以上いた人がハグみんなバンバンやってるんですよ。ハグやって、ね、やろうっていう話で、で僕もそれに加わってハグしてたんですよね。それで、あと次の日とかにね、ちょっと連絡が来てね、で、いきなり人が来たんですよ。来て人がいてね。いっぱいいる人がいるとこに、その事務所に来たんですけどね。
沖縄の関係するところの事務所なんですけど、で、そのハグしてる人の中に、その人友達がね、実はいたらしくて、で、何十人もやった中で、誰がハグ一番良かったって話が出たんですよ。でね、そしたらね、この茶色い服着てるあいつだって話になってね、僕のことなんですよ、実は。で、だから、結局エネルギーがあるんですよ、実は。愛っていうかね、相手に対する愛とかね、そういうのあって、だからその愛で実はハグしてんですよ、やるときに。相手のことを本当に思ってね、愛してますよというか、まあ自然に愛してる、ハグしてるんですけど、だから、で、そこでね、慣れてない人って雑念出ちゃうと思うんですよ。変な雑念がいっぱい。ハグってどうしたらいいんだっていう人もいるかもしれないし、ね、エッチなこと考えるかの人もいるかもしれないし、日本人だから慣れてないからね。で、僕全然そんなこと考えないんだけど、ただ愛っていう感じでハグするんですけど、でね、で、だからそういうの伝わるんですよ、全部ね。だから後日、自分に興味を持った人がいたみたいね、その友人さんが、茶色い服着てたあれが、あいつ一番すごい、良かったっていうからね、僕見に来たんですよね。で、会わせてくれみたいな感じでね。だから、面白いなと思ったんですけどね。だそういうのはあるわけですよ。でも、まあ、多分、このテレビ見てる方なんかはね、やっぱレベル高い人多いんでね、もうすごく愛の波動を出してらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うんですけどね。だから、そういうことってあると思うんですよね。だから、やっぱり性ではなくてね、愛の方に行かないとね、やっぱダメなんですよ。だから、まあ、今途中からね、多分タイトルがいい、これタイトルいいかわかんないんですけどね、タイトルがあれなんです。多分いっぱい見てきてると思うんですけど、結局、だから性だけでいくと、そういった体のことばっかりになっちゃうんですよね。こういうやり方が気持ちいい、ああいうやり方が気持ちいい、バイアグラ使ったらもっと気持ちいいっていう。だからとにかく体でどうにかコントロールしようとしてますよね。だけど、体プラスアルファの向こう側の世界があるってことなんですよね。その愛の世界ですよね。で、愛の世界で考えると、もっと気持ちがいいってことなんですよ。ね、体で感じる気持ちよさって、またそれはそれで気持ちいいと思うんですけど、愛の世界で感じる気持ちよさは、またちょっとすごい愛がね、また細かいエネルギーっていうかね、気持ちいいエネルギーあるんですよ。で、やっぱりちょっと残骸状態みたいなエネルギーですかね、そういうエネルギーがあってですね、だから、シャガールとかね、ああいう形の絵の中にそういうエネルギーがこう入っててですね、本当に愛のエネルギーを感じるわけですね。だから、そういうものがあるってことなんですよ。だから、そこ行かないとね、結局、ずーっとさて、そういった何か薬だとかね、そういう器具だとかね、器具って言うんだけど、もういろんなものに頼っていっちゃうわけですよ。ね。だから、その世界じゃないところがあるよっていうことでね、ちょっと今日は、お話したいだなということで、金恵塾、愛と性ということで、お送りしたんですけどね。まあ、ということで、ちょっとタイトルがね、もともと絶対、なんだっけ、ごめんなさい、絶対肯定の世界でしたね。そっちもね、実はいいんですけどね。ちょっとどっちやろうかって悩んでて、こっちをやっちゃったんですけどね。おとといぐらいにこれ思いついたもんでね、これやった方がいいかなと思いましてね。いや、さすがっていうかね、あるよってことなんですよ。だからね、前にも人類がね、この体しかないっていう意識になりすぎちゃったんですよ、結局。やっぱり。だから、この体しかないだと、結局、この体で考えられるところを使って何かするっていう、愛の形態、愛っていうか分かんないけどね、性愛かな、そういうものしかなくなっちゃうんですよ、結局。自分がそう思ってるから。自分がそうであると思っている以上、それを超えることできないんですよ、実は。今日言ってること分かりますかね。設定の法則って、ね、この前言いましたけど、設定の法則で言えば、自分がボディしかないと思ってる人っていうのは、ボディしかないという現実しか現れないんですよ、自分、その人の周りに。だからバイアグラになっちゃうんですよ。ねえ、しょうがないですよね。だって、だからすごくね、今日有料にしませんので、このまま無料で開放しますんでね。
見てください、見てくださいね。ちょっと夫しか行ってない方もいらっしゃるかもしれないですけどね。ちょっと韓国からやっておりますので、ちょっとご了承ください。ね。うん。それでね、あの、なんだろう。なんでしょうかね。うん。あ、ということでね、そういう、そこを体を超えてね、まあもう、自分の魂とかね、そういう愛があるんだよっていうことなんですよ。要はね。うん、そういう時でみんなで行きましょうよっていうことなんですよ、要は。ね。いやー、だから、すごい、だからね、ある種すごいなと思いますよ、その、そっちの性だけしかないって思ってる人が、やるその、愛の性愛の世界ですか？だから、いろんな、あ、それはそれで文化があるじゃないですか。で、それはそれは悪いって意味じゃなくて、それはそれで文化だからね、いいと思うし、別にワグラも僕ダメだと思わないんだけど、そういう人たちが、そういう使いたいって人がいるってことは、ものができちゃうんだよね、そういうものはね。そういう人が、人の思いがいろんなものを発展させていくんでね、そういうのはあると思うんだけど、うん。まあ、そういうのが出てくるわけですよね。だけど、それを超えた世界の方が、薬もいらないし、お金もいらないしね、すごく豊かですよっていう話を僕はしているわけですよ。だから、で、性愛の世界っていうかね、その性の方でやってる世界っていうのは、じゃあ、あの結局、相手がね、してくれなかったら、愛してないんですかって話になっちゃうわけでしょ。だから一生懸命しようって話になっちゃうわけじゃないですか。じゃなくて、その、心とかの場合だと、別に関係ないから、そんなの。一緒にいるだけでも気持ちいいんだから、まあ、セックスはだからおまけになってくるわけですね、そうなってくるとね。うん。ということなんですよね。まあ、ということで、これ実は今日はね、そんなに長くないんですよ、今日、これ、このネタ実は。これで終わりですよ。だってネタ的にだって多くないもん。だってシンプルなんですよ。だって言えば言うほどなんか複雑になっていっちゃうだけでね。だ愛の世界あるよっていう話なんですね、要はね。で、ねえ、まあキリスト教の牧師さんから教えてもらった話でね、これも設定の時に言ったかな、言ったと思うんですけど、愛とはね、愛すると決めることだよっていう話があったんですよ。だからそれはそれでね、その愛っていうのは決めることによって設定がそこでかかるからね。で、特にこのキリスト教の結婚式っていうのはやっぱり相手と相手の契約的なものですからね。相手を一生どんな状態であっても愛しますっていう、すごいその設定なんですよね。設定をそこで行うものなんですよ。だからある種それはそれでね、また尊いところがあるんですけど、まあ完全にいいかどうかちょっとわからないんですけどね。そういうところがあって、だから愛も自分が決めることによってちゃんと愛が生まれるってことなんですよ。だから今ね、愛がなくて困っているっていう話があってもですね、今この瞬間に自分が愛であるって選択するとですね、愛がどんどん来るんですよ。で、あとね、愛される状態っていうのはどうしたらいいかっていうと、自分がいろんなことを愛するってことですよね。これも実験したんですけど、うん、愛せば愛すほど相手はもっと愛してくれるってことなんですよね。うん、はい、同性愛者の自分としては感慨深いテーマでした。あ、そうですか、ありがとうございます。まあね、いろんなあれがありますけどね。うん、まあどんな形でも実は OK なんですよね。うん、はい、いちごさん、愛の世界は言葉では表現できません。これだけは表も裏もない、ただあるものですよね、ということで。はい、ということで、だからバラバラ喋って、長く喋っても結局伝わらないので、今日はねこれぐらいにしようと思うんですよ。金経塾で一番短い回ではないかなと思うんですけどね。はい、じゃあちょっとここら辺で、このね、愛と性の話については終わりたいと思います。はい、ちょっとこの後また話すかもしれないけどね。それではとりあえずここのやつ終わります。今日のテーマは愛と性でした。